前たちはなかなかよくやったよ。できながら褒めてやる。だがこれで終わりだ。おとなしくその小僧をこっちへ引き渡せ。あらかじめ言っておくが、抵抗しても無駄だぞ。いくら倒そうが、こっちはいくらでも補充が効くんだ。お前たちは逃げることができないんだからな。それはこれがあるからじゃないの？な、どうして？よくわからないけど、ビンゴだったみたいだね。ネル！貴様よくも！ビーグ、貴様！転送妨害装置を破壊したくらいでいい気になるなよ。我が軍の戦闘艦にかかれば貴様らの母艦を撃沈することなどたやすいこと。何も変わりはしない。リーダー、ご無事ですか？どうした？なぜ部隊を送ってこねえ？何？アクアエリーだと？くっ、一旦引く。ダスバヌ、収容しろ。ありがとう、助かったわ。いえ、間に合ってよかったです。現状はどうなってるの？あなたたちが来たということは。はい、数分前にアクアエリーが到着し、協力してバンテン艦と交戦中です。さすがのダスバヌもアクアエリーとディプロの2艦を相手するのは辛いでしょう。ええ。ひどい。どうしてこんなところに？いろいろと思い出してたんだよ、ここに来て。そうしたらあんたたちの姿が見えたからさ。最後にあんたたちの役に立ててよかったよ。満足にお礼できてなかったからね。バカ野郎、最後なんて言うんじゃねえ。ディプロに収容しよう。あそこでなら助けられる。ええ、分かってる。ディプロ、状況はどうなってるの？はい、たった今アクアエリーのクリエーション砲でダスバンド撃沈しました。1分後に転送収容可能です。ちょっと待ってください。何マリアッタ？はい、撃沈直前ダスバヌから転送反応を確認しました。転送されたものは特定できていませんが、気をつけてください。だそうです。くれぐれも注意してください。わかったわ。利用できないなら排除するまでだ。ダメだ。博士！いやー！フェイト、マリア、ソフィア、ムーンベースの研究にデータがある。それをお前たちは希望。父さん、喋らないで。
邪魔ばかりするからだ。いいざまだ。素直に協力しておけばよかったんだよ。ビューイク。面倒だわ。お互いね、もう少し緩く行こうぜ。フラッシュ忘れていくのに。フラッシュチャリオット。フラッシュ忘れていくのに。いや。フラッシュマグネティックフィールド。フラッシュマグネティックフィールド。フレーミングでマグネティックフィールド。フラッシュブラッシュチャリオット。ああ、ハンカウンティ。ハッサライマグネティックフィールド。フレーミングでマグネティックフィールド。父さん、父さん。すまない。博士、嘘だろ。父さん、リプロ、片付いたわ。収容して。はい、マリア。了解。準備が完了次第、順次転送収容します。父さん、ムーンベースに一体何があるんだよ。ねえ、答えてよ。フェイト。彼女は大丈夫よ。そう、よかった。いつまで落ち込んでいるつもりなの？そんな、ひどいよ。お父さんを亡くしたばかりなんだよ。もう少し優しい言葉をかけてあげたって。君のお父さんは私たちに何かを託したのよ。息子の、実の息子の君がそんなことでどうするのよ。君がどうしようと構わない。私はムーンベースに行くわ。たとえ一人だったとしても。ごめん。僕も行くよ、ムーンベースへ。そこで父さんが残したものを受け取るんだ。うん、フェイト。そうだね、うん、落ち込んでるのはらしくないもんね。でも無理しちゃダメだよ。ああ、ごめんな、心配かけて。ううん、いいよ。よっしゃ、じゃあすぐムーンベースへ向かうんだな。ええ、そのつもりよ。クルーにはすでにそのように伝えてあるわ。ムーンベースか、一体どんなところなんだろうね。楽しみだよ。え、今なんて。あなた、自分で何を言ってるか分かってるの？もしかしたら二度と故郷に戻れないかもしれないのよ。分かってるつもりだよ。分かってねえって。あんたたちのおかげでアーリグリフトの戦争は終わった。私のあの場所での役目は
もう終わったと思ってる。だから今度はあんたたちの役に立ちたいのさ。それが戦争を終わらせてくれたあんたたちに私ができる唯一の恩返しだと思うから。だけど、でも私がいると足手まといだと言うなら諦めるよ。足手まといだなんてことはねえがな。あいいですよ、一緒に行きましょう。あ、いいの？ああ、いいんだ、もう決めた。いいだろ。わかったわ。君がそう言うんなら私も反対はしない。くっ、しゃあねえな。よろしく頼むよ。ああ、こちらこそ。何？アクアエリーから通信が入っていますが、どうしますか？わかった、今行くわ。お父上のことは残念だった。いえ、しかしこれで連邦の望みは絶たれてしまったのかもしれないな。君たちだけでは。どういうこと？あなたたちは一体何を知っているの？通信ではなんだな。こちらへ来るかね。いいの？私たちは反銀河連邦組織なのよ。構わないさ。アクアエリーは私の船だ。艦長の私に一体誰が文句を言うというのだね。何も問題などないさ。何、文句など言うやつはその間映像にでもぶち込んでおけばいい。お邪魔させていただくわ。うん。提督、お願いがあるのですが。なんだね。僕らは第五宇宙基地ムーンベースに行きたいんです。このディプロはクラウストロ船籍の船です。さすがにムーンベースへすんなりとは入れてもらえないでしょう。ムーンベースというと博士のラボがある場所だな。はい、父さんが最後に言い残した言葉がムーンベースに行けだったんです。ですからそこに行けば真実が得られるのではないかと思って。うん、しかし我々も博士を打破された後ラボのデータベースを調べたのだが有用な情報は得られなかったぞ。それでも調べてみたいんです。何か見落としがあるのかもしれない。それにあなた方と僕たちでは知りたい情報に違いがありますし。ええ、それに私たちでないとわからないことがあるかもしれないでしょ。そうだな、わかった。誘導ビーコンを出そう。その後、必要人員だけアクアエリーへ上官してくれ。お願いします。それで構わないかね？ええ。それと、今地球は大変なことになっている。覚悟しておいてくれたまえ。え？地球が大変なことに？どういうことだろう？まあ行きゃわかんだろ。アクアエリエは私たちだけで行くわ。ディプロは武装封印後、連絡があるまで待機。ミラージュ、マリエッタ、あとは頼んだわよ。わかりました。リーダー、いえ、マリア、後のことは心配しないで。大丈夫だから。ランカーたちもいるし、気をつけてね。
ムーンベースまでは重力ワープで行ってもしばらく時間がかかる。それまでの間に現状を説明しておこう。特に君たち二人に関してはずっとエリクールにいたんだ。状況がわからないだろうからな。ええ、よろしくお願いします。今、地球を含む銀河系に未曽有の事態が起こっている。それはバンデンやアルディオンとの戦争を指しているわけではないんですね。ああ、その通りだ。君たちも強力なエネルギーの流れを確認しているだろう。クラス3を超えるエネルギーでしょ。そうだ、あれは地球に向けられていた。なんとか地球の惑星シールドで防ぐことができたんだが、それでもかなりの被害が出た。惑星シールドで防ぎきれなかったんですか。ああ、でだ、そのエネルギーだが、実は宣戦布告の意味を持つものだったのだ。宣戦布告？それほどの遠距離攻撃能力を持つ勢力とは、一体どこなんです？今まで確認されていなかった信仰勢力だよ。彼らは自らを神の執行者、エクスキューショナーと名乗っている。つまり彼らは自分たちをその名の通り処刑執行人であり神の使いだと言っているんだ。神ですか。まあ自らを神と名乗ることは独裁国家にはよくあることだが、とにかく彼らは通信で、人間の科学は禁断の領域に達してしまったため神の意志で滅ぶことが決定したと一方的に告げてきたのだ。バカバカしい。単なる侵略行為じゃないんですか。事実その通りだとは思うんだが、ただ彼らは侮れない力を持っていることは間違いない。少なくとも我々以上の技術力を持っていると見ていいだろうな。抵抗するのが難しいというわけだ。ああ、これを見てくれ。これが地球だ。我々の宇宙基地および新宇宙基地が持つ探査範囲で彼らのエネルギー兵器の道筋をたどるとこうなる。このエネルギー兵器は我々の知らない空間を高速以上の速度で通過していったのだ。知らない空間って？文字通りの意味だ。亜空間でもなく重力空間でもない、未知の空間だよ。つまりこの点一つとっても我々の技術力を超えていることがわかる。そして驚くべきことに、これは5万光年以上離れた我々の探査範囲の及ばない場所から放たれているんだ。5万光年以上？ああ、我々もデータを見て愕然としたよ。観測官が何人か眼科に駆け込んだほどだ。艦隊は来ているの？それも不明だ。少なくとも現時点では確認されていない。だが宣戦布告をされている以上、やがて来ると考えるべきだろうな。数にもよるが、これだけの技術力を持つ艦隊に攻め込まれたら連邦も危ない。そんな。ってことはクラウストロもバンデーンやアールディオンですらヤバいってことだな。ああ、それでバンデーンは連邦の最終兵器と呼ばれるもののダッシュを試み利用しようとしたのだろう。彼らにとって連邦と協力するなど屈辱以外の何者でもないからな。それが僕なんですね。そうだ、私はそう聞いている。君はエクスキューショナーの存在を事前に察知した博士たちが開発していた最終兵器だと。しかし正直言って君のどこが最終兵器なのか私には全くわからないがね。実際生身の人間が宇宙艦隊と戦うなんてこと不可能なわけだしな。でも私は実際に連邦の戦闘艦インビジブルを消滅させたことがあるわ。なんだって？君があれを？ええ、私も彼と同様にラインゴッド博士に遺伝子操作を受けているから。そうか、そうなのか。博士の研究は連邦でも上層部しか内情を知らない最重要機密だったんだ。しかし君の言う通りなら我々にも勝機があるのかもしれない。でも私たちの力はまだ不安定。いつでも望んだ時に発動できるわけじゃないわ。何？どういうことかね。そのままの意味よ。少なくとも彼も私も完全な力の制御はできないの。何かセキュリティでもかけられているのか？
やはり博士を失ったのは痛かったな。そのためにもムーンベースの父さんの研究室に行かないと。うん。しかし前にも言ったが、ラボのデータベースは調べた。あまり期待はできないな。それはそうでしょう。私が以前調べた時もそんな情報は記されていなかったし。君たちの力が当てにできないとなると、我々は現有戦力でエクスキューショナーと戦わなければならないわけだ。ブリッジより提督。なんだ。第9中基地から通信が入りました。こちらのスクリーンで見る。了解しました。て神の執行と名乗る衝撃を受けています。至急応援。あれ、では神じゃない。神だ。神は本当にいたの。通信中断しました。連邦基地リンクによると第9中基地は消滅しています。なんだと。いかがいたしますか。提督。ああ、わかった。我々はこのまま地球へのコースを維持するんだ。神じゃないと言っていたな。神？どういうことだ。わけがわからん。そのままの意味じゃねえのか。エクスキューショナーは神なんだろ。そんな神は認めるわけにいかないね。考えても仕方がないわ。急がなくてもいずれわかるでしょう。ああ。地球までおよそ12時間です。わかった。司令部へつなげ。了解、つなぎます。アクアエリーより艦隊司令部。ヘルメスだ。ビスコムです。司令、状況はどうなっていますか。うん、君も知ってると思うが、すでに第8、旧宇宙基地、第31、36、42宇宙基地を失っている。今もって敵の正体は分かっていないが、敵はまっすぐ地球を目指していることはほぼ間違いないようだ。そうですか。我々はいかがいたしましょう。機関は当初の指示通りに動いてくれ。他の艦艇はすでに敵のルートを阻むように作戦展開している。地球には戦闘艦、戦闘探査艦合わせて162隻、第9宇宙基地周辺宙域に112隻、第20宇宙基地周辺には215隻配備済みだ。わかりました。あ、それとアールディオンは執行者の攻撃を受け、すでに壊滅状態だ。何ですと。もっとも敵陣に近かったせいもあるのだろうが、敵対国家とはいえ残念なことだ。我々も気を引き締めてかからないとまずいだろうな。連邦始まって以来の強大な敵だが、連邦はいつも困難を克服してきた。機関も最善を尽くしてくれ。は、以上だ。我々は一刻も早く第5宇宙基地へ行き、自らの任務を果たそう。はい。